元にある資料が今日の、えー、6講座あります、5講座までの資料、また6講座目は、あの1日の質疑応答とかですね、振り返りでありますから、第1講座から第5講座まで、あ多分ねあの、資料あると思います。じゃあ、時間も押しておりますので、早速ですね、大友先生迎えまして、第1講座、始めてまいります。じゃあ、もう一度、盛大な拍手を持ってお迎えしましょう。大友先生よろししくお願いします そうしましたら第一講座から始めてまいります。<laughs> ま簡単に自己紹介をしていくところから始めようと思います。今お手元にですね、あのこの純正国際学院というこのパンフレットとあと天皇会のパンフレットをお配りしました。<laughs> まあこれ僕自身のことはこの中のところこうぺって開いていただくとここに書いて、まあ先ほどえ紹介いただいたような内容が書いてありますけれども。 僕自身がどういう人かということですが、まあ、臨床心理士という資格を持って仕事をしています。臨床心理士というのはご存知かどうかですけれども、まあ、臨床心理士というのは公的な資格にはまだなってないです。日本財団法人の臨床心理士資格認定協会というです、ね、文部科学省の一応公認の資格というふうにはなってますけど、国家資格にはなっていない資格です。今その国会でいいろんな準備等をしていますけれども。 そういいった資格で仕事をしています <laughs> まあ臨床心理士というのはおそらく身近なところだと今、中学校にはスクールカウンセラーというえまあカウンセラーが全校配置ということで入ってます、神奈川東京、神奈川とい,ういろんなところに入っていると思いますけれども、まあ、臨床心理士が基本的にはそのスクールカウンセラーと臨床心理士という資格の人がえなりますよということですね、<laughs> まあそういったカウンセリングあるいは心理療法、そういうのをする人が臨床心理士と。 ということですですから僕自身はここに何の資格で立っているかっていうと別に信仰があるからとか何かそういうことではなくっているんだととうことです <laughs> まああと教会の中ではここにも書いてありますような家庭教育局の公認講師でカウンセラーという。 まあ肩書きでいろいろどっかでしゃべるときはしてくださいというふうに言われてますし、あとは展望会という、ですね今ここにお配りしました、不、えー、祝不家庭障害児親の会という会、まあ、以前、フルーツバスケットと言ってましたけれども、世界会長から展望会という名前をいただいて、えー、今、こういったものが出発しています、でこれのずっと立ち上げのときからお手伝いさせていただいて、顧問ということをしています。 この講座は具体的にです、ね、祝福過程あるいは身近にいる人たちを幸せに行く人になるためにどうするかという講座ですけれども1人で全部することって難しいのでこういったところに行けばこういうふうなことができますよとかこういったところでこういうふうにサポートを受けられますよということを知ってて紹介するということもとても重要ですね。 ですからこういう展望、えー、会、これは一応、自助グループですけれども、こういったところがあるということをまた知っていただいて、身近な祝福家庭の中で、えー、障害を持っているお子さんがいる、まあ、そういった家庭があれば、こういったところも紹介していただきながら、その家庭のサポートをしていっていただく、まあ、そういったこともしていただければというふうに思いまして、えー、これもお配りしました。<laughs> まあ具体的には、えー、障害を持っている子どもたちにどういう進行教育をしていこうか。 あるいは将来祝福まあ将来というかもう祝福を実際にここにもちょっと写真がありますけれどもえそういう障害を持っている人たちでももちろん祝福を受けるというね2世だったら祝福を受けるあるいは2世じゃなくても全ての人しか祝福を受けるとそういう時代なのでえーこの展望会のメンバー同士ではありますけれどもまあこうやって祝福に臨んでいくまあそういったことがあったりとかこれは重度でもう,うちの子祝福って言っても分かんないんですとか。 あるいは寝たきりで「何、えー、です?」というそういう方でもやっぱり祝福っていうことに導いてってあげようというような趣旨です。もちろんそれは家庭を地上で作ることはできないかもしれないけども地上で夫婦としての因縁を結んでそれぞれの両家が、えー、その二世を中心としたまた出会いをして親族として結ばれていくそして霊界に行ってまた新しい、えー、なんて言うんでしょう。うん 祝福とととしてててその次の次段階に上がっていっいいもらうということをです、ね、地上でできることは何かというとまず親同士がそうやって子どもたちに祝福を与えるということなので、まあ、そういったことあとそれとやっぱり将来どういうところで住むかという施設をどう作っていくかとかですね一般のところの施設だと教会と全然関係ない。 まあそういう生活になりますので、えー、天地神誠の父母様にはべっていく生活をどうやってそういう子たちにもさせてってあげようかという中で、えー、施設設を建ししててていいいくととうことも視野に入れて活動しているまたあのこれについては初級ではちょっとお話しできませんけど中級の時にはこういう障害を持っている子どもたちて具体的にどういう障害があるのかとかそういう子たちどう援助していったらいいのか。 そういうふういふな話もしていきますそのときまたこの展望会ということについても詳しくお話をしていこうというふうに思います、まあ、こういったこともあるんだということで身近にこういった方がいたらですねまず紹介していただければということです <laughs> あとはこ,こ,にこのもう一個のパンフレットであるこの純正国際学院というのを3年前に立ち上げてしていますこれは2世の学校ということですね これ中見ていただくと分かりますけど、時間割がこう真ん中のページに書いてありますけれども、1時間目から6時間目まで、月曜日から金曜日までという時間割です、普通の学校と同じように、時間割を組んでやっているということですね。でただ、ここはもちろん学校法人じゃないので、何かここに通ったから卒業できるとかっていうことではないです。どういうふうになっているかというと、これは今、通信制高校というところと組んで、サポート校という形をとっています。 ですからここに通ってきている中でその通信制高校のレポートもやりますしあとはこの学校でスクーリングというのもやりますでそしてそのレポートを書いてスクーリングをやってでそしてその後テストを受けてそれで合格すれば単位が取れるということなのでここにこう通ってきてもらう中でこのプログラムをやっていけばその通信制高校違うちゃんとそういう高校と組んでやってますのでそこの高校の高校卒業資格が取れるという、まあ、そういう学校ですね まあ、通信制高校はサポート校っていうとどうしてもその学校に行けなくなっちゃったとがですね不登校とか、まあ、そういった子どもたちが行く学校っていうイメージを持たれる方多いんですけれどもこの学校を純粋国際学園は別に不登校の子どもたちを集めるという趣旨ではなくやっぱり二世教育理想の二世教育をしていくにはどうしたらいいかということを考えて作った学校です <laughs> 学校建設をしていきたいというね二世の学校が必要だということはもうずっと前から言われてましたし 誰もがそう思っているわけですけどもいまだにできてないということですねでこれまあもちろん作ろうと思えばなんとかなるかもしれないんですけれどもじゃあどういう学校を作るかというねいうことを考えたときに果たして例えば都内に1個何か学校を買ってそこを2世の学校としますって言ってどれぐらいの子が通ってこれるのかってことってあるわけですね都内の子はいいかもしれませんけどじゃあ大阪とか違うところの人はどうなるのかってことはありますし東京に学校を作るとやっぱお金かかっちゃいますから。 もうちょっと安いところで田舎のように作ったら、もちろんそうしたら経費安くなりますけれども、でもそうすると、買うのが大変になるし、寮にして、まあ、以前も寮にして大変だったこともありますけれども、寮にして果たしてうまくいくのかという問題もあります。でもっと問題なのはです、ね、そうやって学校を作ったからといって、えー、教会で考えているような教育ができるのかということですね。学校というのは学習指導要領というのはちゃんとどういう学習をしなさいって決まってます。 でそれは例えば英語なら英語、数学なら数学を取るのに、35時間授業やなさいねっていうのが決まってるわけですね。それをしないと単位が出ませんよと。そうすると35時間というと、1学期、2学期、3学期ずっと通って、35回に今なってるわけですから。そうすると別に教会の学校を作ったからって言って、じゃあみんなで40週行きましょうとか、そんな勝手なことってできないわけですね。えー、せいぜい、まあ、み言葉の時間とか、観光の時間っていうのを週に1時間とか2時間入れるぐらいで。 それ以上、そんな自由にいろんなことできないですよということになります。でも、このです、ね、サポート校ってやり方を使うとどうなるかっていうと先ほど言ったように高校の単位を取るためにはレポート書いてスクーリングしてでそしてテストを受けるボッケーなのでぎゅっと詰めると1か月もあれば全部単位取れちゃうんですね、1年分のそうすると残り11か月は自由に使えるので、えー、要するにチャンピオンの40周に行ったっていいですし あるいはじゃあ南米のレダーの国家メッシャーのーんの開拓にのお手伝いに行かせボランティア行かせよって3か月ぐらいそこ行ったっていいわけですしあるお母さんの選挙地お母さんと一緒にじゃあ半年ぐらい行っていろんな選挙活動をやってきますって言って半年ぐらいそうやって行ったっていいわけですしそれでもちゃんと進級して卒業できますですからこういうやり方をすると、えー、カリキュラムを自由に組めるので教会で2世をこうやって育ったらいいんじゃないかっていうそういったものがカリキュラムにどんどん反映させていけるということですね しかもこれは私塾扱いですからサポート校っていうのは学校はちゃんと学校としてあってあとはこちらはそこと組んでやるだけですからこれも自宅でやってますですから教会の空いてる部屋とか、えー、そういうところがあればどこでもこういうのって始められるんですねしかも資格は必要ないので高校の先生はその高校にいて教えてくれればいいわけですから ですから、教会の中で二世部長が校長先生になって、あるいは教会長が校長先生になって、えー、保護者とかいろんな人たちが集まって、そこで勉強を見てあげれば、それで、えー、もうすぐにこういったことができるので、安くて全国にすぐにこう展開できるということですね。今、あの高校っていうのは、必ずしもそんなに環境良くないというか、二、えー、世の環境からして、非常にマイナスになること、多いです。 彼女は彼氏がいるって普通ですし、いない方が変に思われちゃうというね、そういうことですし、お酒とかタバコとかっていうのは割と身近にあって、えー、なんか学園祭の打ち上げだとかっていうと、こっそりこう酒を飲んだりとかっていうことも多いので、ですからやっぱりそういう環境から守ってあげるっていう意味でも、こういったものも必要だということはありますし、さらにもっと積極的に性教育を進めていく上えで、えー、こういったことを形にして、そのモデルを作っていって、これが全国広がっていったらなというのがです、ね、この純正国際学院というものです。 ですからここの学校は今は、えー、別に不登校とかそういう子じゃなくても、えー、もっと多いのはもうこういう学校があるんだったら普通の学校行きたくないというね普通の学校と教会学校と両方やるって大変なので、えー、もう最初からこっち行きたいですって言ってくるお子さんとかあとは普通の学校に行ってみたけれどもやっぱりあんまり会わないというね会、えー、わないっていうよりも例えばあのこの間転校してきた子は高校に行っ,たっ,け行ってとても人気があったと。 でとてても女の子からモテてで本にいい気になっていたんだけれども夏休みにえ修練会に行ったらこれじゃ駄目だというね自分はこのまま駄だになるってことが分かってでそして紹介してもらってこういうのがあるんだったらじゃあもう自分は辞めていくって言ってその高校を自分でも辞めてこっちに転校したいって言ってきた生徒さんとかですね、えー、そういうふうな生徒さんがまあ主に集まっている学校だということです。 あと、通ってきてるかが13人、あと全国で23人の子どもたちが、九州とか東北からいうところから、スクーリングだけ受けに来てます。遠いので、毎日は通ってこれないですけれども、スクーリングっていうのも、この純正だけでやれるように、通信制高校と頼んでやってますので、ですから、例えば単位を取るてどうやって取るかっていうと、体育の単位っていうのは、去年は高田馬場の聖地巡礼ですね。 1> 1日こう聖地巡礼して歴史研究員の犬串先生に来ていただいてそこで話をしてもらって、えー、でそして1日、えー、1日ウォーキング体育の授業2単位とかですねあるいは、えー、去年はチョンピョンの大薬寺に行きましたが秋の大薬寺に行って3日間行ってその後、えー、チョンボックンとかあとは、えー、ウォンジョンとかそういう聖地観光をしてその後インサドンとかミョンドンとかで遊んで,で5日間 韓国研修旅行四単位とかですね。まあ、そういうふうにあって、えー、あとは本部のいろんな。堀副局長とか、ええー、本山部長とか、いろんな方が来ていただいて、そこで準潔教育してもらって、保健体育二単位とか。まあ、そういうふうな、にして、えー、まあ、全国からも通ってきているという学校です。まあ、これに関しても、興味のある方がいらっしゃったら、えー、ぜひ声をかけていただいて。っていうの、いいです。これ、今、あの、このスタッフが二人。 参加しているのでちょっとあの2人の,あのそこの隅っこのところにですねいますあのこれまあ一緒に勉強させていただいてということでしてますけれども、えー、寺岡先生とチェ・ムンスクさんという、ね、寺岡先生もともと高校の先生をやってらっしゃって六戦争の婦人ですけれどもその後いろいろと家庭部長やえ婦人部長や2世部長をされて今この学校で教えてくださってますもう一人チェ・ムンスクさんというのはこの4月からですけれども、えー、もう結構年配ではありますけど2世ですね ご両親36家庭で、2世の36家庭の方です、もう日本の早々期を作ったご両親ですけれども、まあ、今、ここで働いてくれてます、あの何かありましたら、お二人にも声かけていただいて、聞いていただけたらというふうに思います、はいまあ、そういったことをまあ3年前から <laughs> <laughs>、はい、立ち上げて、やってるというようなことをですね、まあ、そういったことをしている人だということで。 まあそういう中で、いろいろ僕自身が経験してきたこと、えー、あるいは感じてきたこと、まあ、そういったことをまとめてです、ね、えーまあ、今回お伝えする、そういう機会を持たせていただきました。まあ、この講座がどういう講座かということですまず最初にです、ね、第一講座として、祝福家庭の幸せのと問題の解決のために必要なことが何かというね、そういう,もう大雑把な概論です、ね、を最初にお話ししていきます。 まあこの目的ですけど、僕自身がまあここで何をしていくかという目的としては、この祝福家庭の問題を解決して、祝福家庭を幸せにしていくための人材を育成していくというね、最初も話しました、そういうことです。で、祝福家庭が幸せになってなかったら、世の中の人を幸せにするっていうことができるはずがないので、まず幸せ家庭、祝福家庭から幸せな家庭になっていってもらう、そのためのことを。 してできるように具体現実的に目の前の人を幸せにしていけるそういう人になっていただきたいなということですね、まあ、僕は一応そういう仕事をしてます臨床心理士ということで今外と中と大体半々ぐらいで今仕事をしてますけれどもでそうすると、えー、もちろん全国からいろんな問い合わせが来ますしあるいは僕は韓国でもずっと、えー、78年前から行って向こうの、えー、本部の方でも仕事をしてたりアメリカの方でも一昨年から、えー、ずっと行って、えー、いろんなところを回ってしてますけれどもそういう 韓国とかアメリカとかヨーロッパとかいろんなところからこう問い合わせとかいろんな相談とか来るわけですねでもそんなにいちいち要するに答えてられないわけです、まあ、率直に言うとで時間もないっていうこともありますけれどもそうじゃなくてやっぱり会って話さないと分からないこと多いのでメールとか電話でやっぱり限界があるので、えーまあ、できる限りそれは難しいんですって言って会うようにしてますけれどもでも僕一人でやっぱり限界があるのでぜひそういう方を全国にこういていただけたらいいなというね、えー、いうことです ですから個人的な僕がここでこれを目標として皆さんにどうなっていただきたいかっていうと、まあ、この初級受けて中級受けて上級まで行ってもらったら、まあ、少なくとも僕と同じぐらいのレベルでいろんな相談に乗っていただけるような人になってもら,うもらえたらというのが僕の希望ですねそれはそんなに不可能じゃないというふうに思ってますただその学校やったりとか会社経営したりとか こういうところで話をするってまたちょっと違うスキルなのでそれは別としてやっぱり相談に乗っていくっていうことにおいてはえおそらくたくさんの経験を今まで皆さん持っていらっしゃると思うのでその経験をもうちょっと整理していけば多分えとてもいい,いいカウンセラーとしてもっともっと成長していってくださることが可能でしょうし何よりも僕と皆さんの違いは何かっていうと別に信仰があるかないかとかえどうこ行うではなくって 一点違いがあるとしたら多分僕はちゃんとととしたた教育を受けてきたということですね大学院の修士課程や博士課程に UTS に行かせていただいてその後も学会とか、まあ、僕も大学の教員にしてましたから教えるということは自分で勉強するということですしあるいは学会とかに行っていろいろ勉強してきてという、ね、そういうふうな教育を受けて学んできた積み重ねということがおそらくこっちにいるか向こうにいるかの違いということだと思います。 だとすれば、えー、僕自身がそうやって学んできたことの中に余計なこととかどうでもいいことも山のようにあるので祝福家庭が幸せになるのに本当に必要なこと御言葉を中心として何が必要かどうかということを選んできちんと伝えていけば、えー、今までの経験と組み合わせて言っていただくとかなりのレベルまでいくというふうに思うのでですから一応僕はそのつもりでいるので、まあ、それにどれぐらい応える気があるかどうかということで、えーまあ、そういう 答える気持ちを持っている方が来ていただけたらいいなというのがまあ僕の希望ということですねですから、えー、ここで聞くだけじゃなくてやっぱり学んでいただかないといけないしあるいは努力していただかないとならない部分もありますけれどもでも祝福家庭を幸せにしてい、えー、こうとでそして世の中の人たちを幸せにしていこうというそういう意識を持っていくそういう方がまあ少しでも多く増えていってくれたらいいなというふうに思っています。 <laughs> で本講座の構成ということですけれども、初級、中級、上級というふうになっています、初級、この2日間ですね、この2日間で何するかというと、祝福家庭がどうやったら幸せになれるかということと、問題を解決していくための基本的な考え方ですね、これについてお話ししていきます。ですから本当はこの初級内はちゃんと身につけば、多分もう、えー、かなりの問題を解決するという,、ね、いうふうに僕は思ってますし。 おそらく、ここにいらっしゃる方も、この初級内容をちゃんと理解してもらえれば、皆さん自身の家庭の問題が何かあるとしたらそれも解決するし、おそらくこの内容だけちゃんと伝えて、そのシックの方がそのことを理解してもらえれば、そこの家庭の問題も解決するだろうというね。そういうのがこの初級ですね。そして中級というのはもうちょっと具体的なことになってきます。例えば、統合視聴者なんですって言われたりとか、アルコール依存でとか、 いろんなここうとってありますよねそういったことについてやっぱりその内容をちゃんと理解してどう対応するかっていうことがわからないと、えー、サポートするっていうのも限界がありますしあるいはうちの子学校に行けなくなっちゃったんだけどどこに行ったらいいんだろうかっていう時にじゃあこういうとこに行ってみたらっていうことをちゃんと伝えてあげられないとならないしそういったことを具体的にお伝えしていくのはこの中級ということですね。 一応、公文の方に30講座というふうになっていました。今考えている2泊3日ぐらいでなんとかならないかなというので、それをもうちょっと絞って20講座ぐらいにして、必要な内容をとにかく伝えるということですね。そして上級というのは、もうこれは講座形式じゃなくて、もう人数を絞った形で、まあ、大学でいうと、ゼミ形式というふうに言ったりしますけれども、実際にいろんなケースを持ち寄っていただいて、じゃあその人をどう具体的に対応していったらいいかとか、まあ、そういったことのケーススタディをやっていく。 そそううううやってててスキルをを獲得していいいただくという、ね、そういう講座を考えていますですからこれを上級までいけば、えー、今言ったように僕が普段しているような内容をそのまま皆さんがやっていただけるぐらいのものとして身についていっていただけるだろうというふうに思っているということですねでそれと前これから始めていく前に本講座のルールということについてお話ししていきます これはあの、まあ、先ほども安倍部長がじゃあ2人で話してくださいというふうに、えー、おっしゃって、こうしていただきましたけど、ど、まあそういった機会もできるだけ持っていけたらなというふうに思ってます、だ時間がちょっと短いので、どこまで持てるかっていうのありますけれども、そういう中で、えー、あるいは、えー、この全体を通してのルールということですね、まず当たり前ですけど、秘密を守るという,、ね、いうことは、えー、これは徹底していただけたらというふうに思います。 ここで僕もいろんな例を話をすることもあるかもしれません。あるいはお互い同士でも、いや、実はこういうことがあってね、そういうふうな話が出るかもしれません。えー、シックの世界って狭いので、ああ、あれもしかしてってね、そういうことで結構あったりします。で、そういったことについて、とにかく絶対に他で喋っちゃいけませんよということですね。ここの中で話した内容はここだけの内容ということで、外に出たら、えー、例えばここにいる人同士でもその話はもうしないというね。 いうののの基本的にカウンンセリングルルールなので,ですからここの中で話している分にはここの中はそういう場なので教育の場ですからいろんなことを共有していくので、えー、話をして構いませんけれどもここから一歩出たらここの中の特に具体的なケースのことについての話は一切しないということをまず守っていただきたいということですそれとあの他の人を責めないということですねあの人はもうこうでねとか あるいいははそれは個人だけじゃないです、えー、社会はこうだからねとかね、教会はこうだからねとかね、いろんなことを言いたくなっちゃう気持ちってありますけれども、でも、えー、誰かを責めたりしないというね、これが二つ目のルールですね。相手が悪いことだってあるかもしれませんけども、それでも責めちゃだめだということです、なんで責めちゃだめかっていうと、あの人がこうだからねって、相手を責めた途端にですね責任はあの人だっていううになるんですね。 教会だとか社会だとかというのうになります。そうすると、私はそれに対して責任を取る立場じゃないんだというふうになるので、もう自分にはどうしようもないんだということですね。でも、私たちは私たちが責任を持って解決していかないとならないというのが、ここに来ている人の立場なので、専門家というのはそういうもんです。専門家は責任を持たないといけないんですね。ですから、他の人を責めるということは自分が責任を放棄するということなので、 そうじゃなくって、えー、自分自身の責任として考えていけば、他の人を責めるということはなくなるはずですから、ですから他の人や、あるいは何かを責めたりしないように、えー、していただきたいなということですね。お互いの話の中でもそういうことを口にしないように意識していただくということです。あと、それをだめ出ししないということですね。え、それ違うんじゃないのとかね。え、そりゃだめでしょうとかっていう,うこうダだめ出しししないということです。だめ出しされると、そこで話が途,途切れちゃうんですね。 終わってしまいまいすのでだからダメ出しはしないでくださいねとじゃどうするかというとポジ出ししてくださいねっていうねポジ出しっていう言葉が聞かれたことあるポジティブなことを出してあげてくださいそういうのポジポジ出しというふうに、ね、最近呼んでいろいろとこう少しずつ出てきてる言葉ですけれどもだからそれまずいよねっていうことでもダメ出ししないで「あそんなふうに考えてるんですね」って言って、えーあ「私はこういうふうに考えてるどう思いますか?」って言って別にダメ出しする必要はないので。 どんな時でもだめ出ししない、で、えー、ポジ出ししてあげてくださいねと、褒めてあげるとか、えー、そういうことですね。あと、それと誰の発言に関しても関心を持ってくださいねということです。何人かのグループで話をしていると、えー、どうしてもその中でよく話す人、話さない人って出てきて、してしまうわけですけれども、誰の発言に対しても同じように関心を持って、話を聞いてあげてくださいねということですね。それと話しすぎないということです。 話しすぎちゃうっていうことは他の人の時間を奪ってるということになるので4人のグループで話してても 1, 分話し1人が1分話するっていうことはみんなの分の4分の時間を使ってるっていうことですからですからちゃんと自分の中で、えー、話す内容をちゃんと整理してそして話をしてくださいねでそして1分ぐらいを長くても1分ぐらいで話を終わらせたらいいですね1分っていうのも話をちゃんとしようとするのは結構長いです 1>, 1分間話してくださいって言われたら結構途中で詰まって話さなくなっちゃうこと多いですね。で長く話してるっていうのはどうして長く話すかっていうと話がまとまりがなくて気持ちをそのままだら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 言ってるから長くなっちゃってるだけでそうすると自分のその何ていうか満足のために周りにその時間を奪ってるってことになりますのでそうはしないでちゃんと1分程度で話してくださいどんな長くても3分というふうに思われたらいいですね。 でただ、だからといって早口で話さないでくださいねということです、えー。早口で話すってどういうことかっていうと、早口で話すってことは、相手が聞いてるかどうかっていうのはあんまり意識してないということですね。私の言ってることがちゃんと伝わってるのかなとか、どういうふうに聞いてるのかなと思って話をすれば、そんなに早口にはならないです。相手の様子を見ながら話をするようになりますので。ですから、えーまあ、あえてゆっくりっていう必要はないですけれども、早口にはならないようにして。 意識して相手が聞きやすいようにちゃんと話してくださいねということですねでもお父様は早口じゃないですかって、ね、<laughs> そういうのをおしゃられたかってお父様は自叙伝の中にも書いてありますけど <laughs> 早口の練習したらなぜかっていうと喋らんなくちゃならないことがいっぱいあるからだというね。<laughs> お父様は私たちに対して語られてますけどやっぱり天の前にこれだけ話さなくちゃいけないっていう内容があって話されてるのでどうしても早口になりますけども。 私たち相手との自由作用の中で話をしていって相手をサポートしていくということを仕事にしていくというか役割としていくということですからまず早すぎないでしかも1分程度ちゃんと話をまとめてくださいということですあと心を開いて話してくださいねとどうしてもなんかこうここはなんかまずいなとかねえ無意識のうちに心を閉ざしちゃったりとか何もしゃべらなくて聞いてるだけの人って言います やっぱりそういうことはなくってみんな、えー、心を開くそういったことをしていっていただけたらなというふうに思いますあとは聞きやすい態度あ話しやすい態度で聞くというね聞くときも何かこうつまんなそうにして聞いてたら話しにくいんですね当たり前ですけれどもで私たちはカウンセリングや人を助けていくっていうのはどうやって話を聞いてあげるか話しやすくなるような聞き方をしてあげないといけないし逆に話すときも 相手が聞きやすい態度で話をしてあげないといけないのでですからそういったことを、まあ、ここの中でも心がけていただきたいなということですですからこういうことをまずルールにしてこの中で話をする例えば何人が1組になって話しなさいという時もこういうことを意識して話をしていただけたらと思いますし食事の場面とかいろんな時でもこういうことを意識して話をしていただけたらなということですね で、これっていうのはですね、別にここだけの本当はもうもちろんルールじゃないんですね。人と話をするときの基本的な、えー、なんいうかこう、態度っていうことにもなるでしょうし、ましてや何か人を助けていくための仕事をするときには、こういう態度というのは絶対必要なわけですね。でもこういう態度っていうのは、なんというかもう身についている癖というかフォームみたいなもんなのでね。 なんかそのカウンセリングするときだけ困った人、電動対象者と話すときだけ、えー、なんていうかちゃんとした話ができて、それ以外のときはいいか減んということでは基本的にないんですね、やっぱりね。ちゃんと話聞ける人っていうのは、電動対象者の話も聞ければ、夫の話も聞けるし、子供の話も聞けるんですね。えー、夫や子供の話を聞けなくて、えー、電動対象者だけの話、人のだけはちゃんと聞いてますっていうのは、かなり怪しいというか、あるいは無理しているというかね、そういうことになるので。 やっぱり普段からこういう正しい,というかこう人とコミュニケーションする姿勢を身につけていっていただけたらなと思いますしそういったことをここの中で意識していくここから今日から始めていっていただきたいというのでこういうルールということを作りましたなのでこのことをいつも意識して私は1回なんかこうそういう話をしたあとに自分はこれがどれぐらいできてるかなというね。 特にこの話しすぎないとかちゃんと関心持つとかだめ出ししないとか責めないここら辺のところっていうのは結構無意識のうちにいろいろやっちゃってるのでそういうふうにならないように自分はここが苦手だなっていうのをきちんと意識してそこをどうやって変えていくかっていうことを考えながらこの中でも一緒にしていただきたいということですねで私たちはですね見言葉を知って でえー、祝福を受けているわけですね、御言葉を知った時点で、多分あもうこれでみんな幸せになれるというね、これで人類救われると思っただろうと思います、僕もそう思いました、僕は高校時代に御言葉を聞きましたね、えー、高校西部、現系の高校西部で聞いたんですけども、最初、これ、み言葉を聞いたときにあ、もうこれがあったら、別に大学なんか行く必要はないじゃないとね、そういうふうに思いました。すからですね 実際、えーまあ、僕の時僕は80年に見言葉を聞きましたけれども、僕ぐらいの時はもう大学は出てという方多かったですけど、その前の先輩方だと、もう大学も辞めて、えー、見言葉を広げる、まあ、献身していく、そういう仕事に疲れた方も少なくないわけですけれども、ですから、見言葉を聞いて幸せになれると思ったし、ましてや祝福を受ければ、現、え、在、ー、が生産されるわけですから、もう人生、バラ色になると思ってたんですね。 でもそうじゃないっていうことに祝福を受けて、えー、しばらくすると気づくわけです。で、なんでこう幸せ慣れてないかということなわけです。御言葉ばを知っていてかつ祝福まで受けたのに、なんで幸せ慣れてないんだろうかっていうことですけれども、僕はいろんな方とお話しする中で感じるのはこの3つですね、まず、主人意識の欠如って書いてありますけれども、幸せになろうと思ってないんじゃないのかなっていうね。 あるいははっきりとんというか、私の幸せなんかどうでもいいんですというね。え、未胸さえなされればとかって、そういうふうにおっしゃる方もいらっしゃいますし。あるいは中にはもう自分の子供はサタンの犠牲になっても構いません、子供を犠牲にしていきますからって、未胸が上手されます。ずっとそうやって祈ってきたんだって言って子供たちが本当に大変になっちゃってどうしたらいいんでしょうとかね。そうやって相談に来られる方もいらっしゃるわけなので。ですから、当たり前です私たちは私たちの家庭を幸せにする義務があるんですね。 えー、だからそれをちゃんとしなくちゃいけないという、そういう主人意識をあんまり持ってない人が多いなというふうに思いますね、私の人生の主人は私ですし、私の家庭の主人も私なんですね、ですから私が責任を持って自分を幸せにしないといけないし、家庭を幸せにしないといけないということです、でそして、士族も幸せにしないといけないんですね。 他の誰もやってくれません。どんなに教会がこうやってくださいって、教会のために一生懸命やってきて、こんなに教会のために尽くしてきたんですって言っても、私の家庭を幸せにはしてくれないですね。ていうか、それはできないので。それは教会のやれることではないので。ですから、私たちの家庭を私たちが責任を持って幸せにするし、私たちの必族は私たちが責任を持って幸せにするし、そういう主人意識をちゃんと持っていくということは重要だと思います。 でこの主人意識の欠如というのはもうか、かなりあらゆるところにこうあると思いますね。過剰面世の一番最初についているのが、天一国主人とい,、ね、いうことです。私たち祝福家庭というのは天一国主人ですよというね、この主人意識をどれぐらい持ってるかということで、お父様の、まあ、最近も、えーえー、どうして祝福家庭がそんなになんかこうゆっくり寝たり食べたりできるのかというね。 お父様は、えー、今のことを思うとそういうふうにもできないんだとかいろいろこうそういうことも流れてきてますけれどもやっぱりお父様はその主人式を持ってお父様は責任を持ってやらないとならないんだというふうに思ってらっしゃるのでやっぱりそうやって真剣で夜も眠れないし食事も喉に通らないしということですね私たちはそういう意味では主人式持ってないやっぱりなんだかんだ言って主人式持ってないんですね天一国天一国するために頑張っても,でもお金払えば作ってくれると思ってるんですねはっきり言えばですねだからお金払ってるからいいでしょうっていう そういう程度なのかもしれませんし、やっぱりこの主人意識をどうやって持っていくかっていうことが、一番重要な課題だろうというふうに思います、ですからここに来ている方もそうですね、この祝福家程を幸せにするっていうことについて、主人意識を持っているかどうかということですね、役割で、こういう役割で、えー、だからやってますというね、いうことだったら、それは主人意識じゃないですね、えー、ですからそういう人は、本当に意味で責任を持たないです。 主人って何かっていうと、愛情と責任がある人を主人って言うんですね。ですから、祝福家庭に対してどれぐらい愛情を持っているか、ご婆様に対してどれぐらい愛情を持っているか、天津に対してどれぐらい愛情を持っているかっていうことが、えー、お父さんを求められる主人意識ですし、私たちもそういう主人意識を持って、えー、少なくともここで、じゃあ祝福家庭を幸せにすれはどうしたらいいかっていうことを学んだら、 学ぶために、学んだ以上はというか、学ぶんだったら私もそれをやっていこうというね。その主人意識を持っているかどうかですね。だから全然その役職を外されたというね。教会長となんかなんかこう、いろんな誤解があって、それでなんかこう、今まで頑張ってこうやったけども、もうやめなさいと言われてやめさせられたというね。なんでって言って、それで不適されて、もう知らないって言うんだったら主人意識はないということですね。主人意識っていうのはどういう立場にあろうと、私はこれをやっていくんだ、祝福家庭を幸せにしていこうというふうに思ったんだというふうに思ったら、 そのことをやり続けていくのが主人ということなのでですからそうやって主人意識を皆さんもここで持っていただきたいなと思いますしシ i ク一人一人が主人意識を本当の意味で持たないと人生大変なことになっちゃうというふうに思います僕もあのアメリカに行って、えー、この間もアメリカに行った時ですねアメリカにいる日本人の人たちの企業で えー、働いてる企業っていって無知関係の企業で働いてる人たちの集まりというねそこに行きましたけどももう結構60前後の方とかねいら、えー、多いわけですよねでそうするとそういう方がずっと自分アメリカに来てもう何十年になりますとで見、えー、旨できてそれで一筋やってきましたでもそこでやってたので英語は話せない日本語ばっかりですっていうねで親戚関係ももうなくなっちゃって親も死んじゃってて日本に帰るところもないし かといって子どもたちももう独立して子どもたちは英語ばっかりであまり日本語よくわからないコミュニケーションもできないし私たちは老後これからどうやって生きていったらいいんでしょうとかそういう人たちがこう何組かこういるわけですねどうしたらいい,いやどうしたらいいですかって言われてもというねそうなること分かってるでしょうということですね、えー、やっぱりそれに対して全然自分で責任を持とうとしてこなかったわけですねでも身むやってきたのでとか、えー、言われてからそれことやってきましたって言っても それはそれで素晴らしいことですけどでもえ自分の人生責任を持つのは自分なのでそれをしてこなかったらまあそうなっちゃうしかないわけですねまあですからそうやっていろんな一つ一つに対して主人意識をどうやって持って私も幸せになるし周りの人も幸せにするし天一国も自分が作るというそういう意識をどれぐらい持っていくかそういう人がどれぐらい増えていくかということが重要だというふうに思ってますでこの主人意識の欠如っていうのがえ自分さえ幸せになりたいと思えてないのに どうして周りの人と幸せにできるのかということですから。まあ、そのことがま,あまず問題だなということですね。あとそれと、この幸せな家庭、本然の家庭についてイメージが欠如しているというね、そういう感じっていうのはあります。いや、幸せになりたいんですというね、いうふうにおっしゃられますけれども。でも、どうやったら幸せになれるかというイメージがないんですね。で、自分のイメージもなんか罪人っていうイメージしかなくて。えー でなんかこう私の喜びはサタンの喜びみたいなねそんなようなイメージしかなくてそれは幸せになりようがないでしょうっていう感じってあるので,で幸せな家庭ってどうしたらいいのかなってそういうイメージを本在の家庭どういうのかなってちゃんとそういうイメージを正しく持っていかないとならないという正しいも何も欠如してるというねそういうことを考えたことすらないというね幸せになっていいんですかとかねそういういろんな方がいらっしゃいますけれども、えー、だって幸せになろうともがいているっていうのがそう みんな幸せになろうと思っているんですよっていうのが原理公論の相乗の一番最初先ほど紹介したいところですけどことシックに関する限りあの相乗は間違ってるというね <laughs> <laughs> いうふうに言っても過言ではないかもしれませんですからちゃんと幸せになるイメージをちゃんと持つというねそしてその解決のために誤ったアプローチをしていることって多いです、えー、ですから正しいアプローチをちゃんと持つというねこういったことができてくればこういったことが 祝福家庭が幸せになれていない原因なので、こういったことをちゃんと身につけていっていただきたいなと思います。まず私たち自身からそれを、そういう意識を持っていっていただけたらというふうに思います。じゃあ、祝福家庭の存在目的って何かということですね。祝福家庭、なんでもそうですけど、目的というのは全体目的、個体目的があります。で祝福家庭の全体目的って、何よりも天地いまの父母様を喜ばせるということですね。 でそれと同時に今の節理を貢献するつまり、えー、天一国の完成建国ということを目指して、えー、歩んでいく、まあ、このことが天一父母様を喜ばせるということにもつながるということですからこういったことが私たちの祝福家庭の全体目的なわけですそれと同時に個体目的もあるわけですね個体目的が何かっていうと幸せな家庭になることが個体目的ですでそして全ての目的っていうのは二重目的でこの二重目的は一致するはずなので 全体目的を抜きにした個体目的も存在しなければ、個体目的を抜きにした全体目的も存在しないわけですね。ですから、私たちの家庭が幸せになることは、天地に父母さんも喜ばせることであり、天津国を完成させることだし、天地に父母さんも喜ばせて完成させるということは、私たちの家庭が幸せになることだし、この二つは切っても切り離せない問題ですよということですね。なんか、このところなんか別の問題だと思ってらっしゃる方がいるので、そうじゃないです。 これが同時に達成されたときに、地上天狗が初めて完成するんですね、これ、お父様はっきりそういうふうにおっしゃられ,おっしゃられたそうです、四数の40種、今、四数日本からもこう言ってますけれども、あの50時まで、50回までは、えー、韓国にいる韓日家庭の日本人夫人を対象に、ずっと50回やって、えー、来られたわけですね、お父様はですね。 でその中でお父様は必ずあ,のあそこに行って、まあ、行けないときには、えー、チョンジョングとかまで上がっていってとかってして、お父様は直接主観の中で進められた修練会ですけれども、その中でお父様があるとき何とおっしゃられたかっていうと、す、え、べ、ー、ての祝福家庭が幸せに暮らしていたら、もう地上天皇が完成していたんだというね、そういうこおっしゃられたというわけですね。つまり私たちがちゃんと幸せになってないことがお父様の摂理の足をずっと引っ張ってきてるんですね。 ですから私たちが幸せにならないと、天地に誠のことは喜ばせられないに天地公も完成しないんだということなので、だからといっても、もちろん私たちの家庭が幸せになれば、えー、全体政治はどうでもいいんだじゃないですね。この2つは一致するわけです。だからこの2つがちゃんと一致するような回答を見つけていくということが必要ですね。 ふ普,普段ですね、こっちばっかり頑張って、全体目的で、私の幸せはもうえ構わるの、こっちだけやってくださいとかってなんか、頑張りますとかって言ってるのに、なんかの拍子に、もうだめですとかって言ってね、こっちを今度捨てて、こっちだけに走るんですね。やっぱりあそこ、教会おかしいんじゃないんですかとかって言ってね、極端なので、だからこっちだけもなければ、こっちだけもないので、だからこの両方をやるにはどうしていったらいいかということを考えて、取り組んでいくということですね。 そういったことをちゃんと意識していただかないと、カウンセラーのところに行くと、教会の設立を貢献しなくなるとかっていうね、そういうふうに言って嫌がる教会長もいるとかって聞きましたけれども、それはやっぱりカウンセリングの仕方が間違ってるんですね、この両方をちゃんと達成できるようなことをしていってあげるのがカウンセリングで、だからこっちだけするもんじゃないんですよということですし。 なんかそこら辺のところもちゃんと整理しておかないとなんかカウンセラーに対する間違ったイメージを持たれてしまうのでですね、えー、ということです <laughs> でそれといろんな宿家庭に問題がありますけれどもこれどう考えていったらいいかということですねよくあのいろんな問題が起こるとです、ね、おっしゃいます、えーまあ、堕落性がとかねあるいは血統的にいろんなことがとかあるいは桃源がとか えーまあ、そういうふうなことをおっしゃられる方もいらっしゃいますあそれも確かに正しいんだと思いますけれどもでもどうもそういうふうに考えるのよくないなっていうのが最近僕の感じているところですねどう考えていったらいいかっていうと、えー、祝福家庭に起こっている問題っていうのは神様が下さった宿題なんだというねそういうふうにこう考えていかれたらいいんだろうなというふうに思います、まあ、僕の子供もがなんか急に塾に行くとかって言って塾に行きだしてですね 宿題とかって言ってなんか宿題やってますけれども。宿題って何のためにあるかってことですね。宿題っていうのは、その子が例えば受験してここに入りたいっていう目標があったとして、その目標を達成していくために、その子のどういうところが、どういうふうに伸ばしていってあげたらいいのかな。それを先生が見て、じゃあ例えば、えー、ここの漢字が苦手だな。だからちょっとここの漢字は、もうちょっと前の段階から、えー、ちゃんとやっていかせないとならないなとか。 あるいは算数は得意だな、ね、じゃあ算数はもうちょっとこう難しいのをして、力つけさせようねとかっていうふうにして、その子の目標と、その子の力を見ながら、宿題を出してくれるわけですね。ですからその宿題をちゃんと正しく解けば、宿題は解けるし、力はついていって、目標に向かって進んでいけるわけです。で、宿家庭の問題っていうのも、同じように考えたらいいと思うんです。神様がくださった宿題なんだということですね。ですからそれは祝福家庭が、 えー、神様の願いがあって祝家庭、この家庭これぐらいになってもらいたいなっていうね、こういうになってくれたらいいなという願いがあって、でもそこまで達成してないので、じゃあ、えー、宿題を出して、それを正しく解いていけば、問題も解決するし、そこに向かって力がついていきますよということです、そのための宿題なんだというふうに思って、えー、前向きに解いていくということですね。<laughs> でもその解き方を間違えると解けないんですね、当たり前ですけれども。 ですからちゃんと正しい解き方が分からないといけないし、あるいは宿題を溜めちゃうと大変ですね。うちの子、時々大騒ぎしてますけれども、大騒ぎしてないで解きなさいっていうね、いうことになるわけですが、それと一緒で、宿家庭もそう問題があるなって分かっていても、やらなかったら、どんどん宿題がたまってって大騒ぎになっちゃうっていうね。それで大騒ぎしてる宿家庭結構います。分かってたでしょうっていうね、分かってましたっていうね、いうふうにおっしゃいますけども。 ですから、子供でもそうですけれども、自分はここは苦手だなということが分かって、自分でどんどん勉強していく子には宿題出す必要ないんですね。<laughs> 同じように私たちもちゃんと自分で自分の問題、あるいは家庭の問題を分かって、それを前向きに解いていって、言っていれば多分、そういう神様から宿題出ないので、その大きな問題になんだわけですけど、でもなかなかそうはいかないわけですね。神様を願っているところは分からないし、あるいはやらなくちゃならないと分かってもつい怠けちゃうし。 なので、えー、いろんな宿題がどん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 出てきて、溜まって大騒ぎになっちゃってるという、そういうイメージでありますけど。でもそれにしてもそれを通して、それをちゃんと、それを正しく解いていければ解けるし、で、そしてそれを正しく解いていけばその過程が神様を願う方向に行くんだと、そういうふうに思って、えー、その宿題の解き方を一緒に、えー、教えてあげながら、解く手助けをしてあげると。解くのあくまでその過程ですけれども。ですからもう子供の宿題と一緒ですね。やんなさいって言ってもやんないですね。 ちょっと持っといでって言って、隣に座らせて、え、どれどれって言って。で、解いてあげたら簡単なんです。解いてあげたら簡単ですけど、全然成長しないですから。だから、ほら、これはね、って言って、ここにほら、こういう例題があるでしょ、こうこ、うこうやって、あ、できたよね、って、じゃあ、これ、じゃ今度、ちょっとこれ、違うくでやってごらん、って言って、こう見てて。 いでうーとかって言ってるじゃあここ1本こう線引いてみたらとか言いながらしながらですね解かせていくので同じように、えー、私たちもそういろいろ困ってる過程があったら神様はこの過程どういうことを願われてるのかなあこういうふうに解いていってほしいと思ってるんだなということをちゃんと意識してそして正しい解き方を教えてあげながらでも解くのはあなたなんだからちゃんと解いてねって言って、えー、じゃあちゃんとやんなさいねって言ったってやんないので。 ちゃんと隣に座らせてどうするってそういうふうに丁寧にこうサポートしていってあげる、まあ、そのようなイメージでかかっていってあげていただけたらなということですねですから何しろ私たちがまあ正しい解き方を知らないとならないですし、まあ、そのための正しい解き方の講座だし隣について見てあげるためにどうやって見てあげたら子どもが嫌がらずに見ていけるようになる嫌がらずにするのかというね頭暮らしが起こったらもうお父さんなんか見てもらいたくないとかって言っちゃいますよね えー、だからどううまく乗せておだてて、えー、時々お菓子あげたりとかしながらしていくかというね、まあ、そういうことをもうここで学んでいただけたらというようなことになりますそれとですね、えーまあ、これは問題解決と「天使の,の健康の一般原則」というふうに書きましたけれども、えー、もう一つ問題解決しない理由ですそれは何かっていうと、まあ、私たちは霊肉の存在ですよというね これが堕落によって、霊的無知、まあ、内的無知というふうに相乗書いてある。あるいは肉的無知、外的無知に陥りました。とそして内的無知は宗教で、外的無知は、えー、科学で発展してきました。でもこの二つが対立してきたんですよちょうど心と体が対立しているように対立してきました。とで、きたるべき時には、えー、この宗教と科学は一つになって問題解決してい、えー、きますよ。というのはこれが相乗に書いてあるような内容ですね。私たちは、 この宗教と科学の両面を一つにしてアプローチすることによって問題解決するし新しい天国が作れるんだということです。で、この二つもちゃんとバランスをよくやっていくことが必要だということですね。世の中はどうかっていうと、こっちの宗教的な真理がないわけですね。科学的な真理しか知らないわけです。だからどんなに科学が発展しても本当の意味で問題解決してこなかったということですね。じゃあ私たち統一,統一教会はどうかっていうと、 こっちの方の宗教的な真理はしてるんですね。で、こっち一生懸命やってきました。でも、こっちの方がどうもおろそかになってきてたところはあるわけですね。なので、こっちばっかりやるっていうのは、こっちばっかりやるっていうのと同じぐらい半分半分なので、だから、えー、御言みを知り、祝福を受けても、本当の意味で問題は解決しきれなかったんだということです。ですから、この宗教的なアプローチと科学的なアプローチの両面をバランスよくきちんとやっていく。そのことが、 大切になります、まあ、最近はですねもちろん、えー、子どもが何か問題を起こしたらカウンセラーのところに行くとかあるいは体調悪くなったら、えー、病院に行くとかねそういうなっても何でしろうチョンピョンだって病院があるぐらいですからねですからそうやってこっちとこっちで両方でやっていこうという方がもちろん増えてるんですけれどもでもまだこっちとこっちが一つになってないので何、えー、ていうかこうどうしていいか分かんなくなっちゃうこと多いうわけですね。 病院に行きましたってうね。病院に行ったら、えー、軽い鬱ですねって言われて、少しゆっくり休みなさいって言う風に言われたってうね。仕事もちょっと休んだらどうですかって言うに言われたってうね。で、教会に行って相談したら、えー、教会の人からはじゃあもっと頑張りましょうって言われたっていうね。じゃあどうしたらいいんだってね。頑張って休めばいいのかみたいな <laughs> わけわからんみたいなことになっちゃうわけだね。 でやっぱりそこらのところは、えー、この両方の視点からじゃどういうふうにしていったらいいのかっていうことをきちんと、えー、指導してもらうというか理解してもらってやっていかないとならないというふうになりますのでそういったことをまた考えていくることが必要になります。 ですから今みたいな観点からいくとです、ね、祝福家庭の問題解決と幸福実現のためには何が必要か、もちろん先ほど言った主人式を持つとか、いろんなイメージを持つとかっていうことと、それに加えて、各祝福家庭の状況に合った、科学と宗教の両面からの解決と幸福実現の方法をちゃんと教えてあげないとならないですよ、ということです。で、その方法をですね、それぞれ祝福家庭がちゃんと理解していくことが必要ですね。 私の方はこういうふうにしたり、さっき言う宿題の解き方ですね。ですから今言ったのは宿題の解き方をこの宗教と書くの両面からやっていくまあそのように考えていただいたり。そしてその方法を実践するというね。こういうふうにしていけばいいわけです。まあ書くと簡単ですけれども。ただこれは先ほど言ったようにその状況、状況にっていろいろあるので、えー、そのことについては中級でちょっと詳しくお話ししていきますけど、でもこういうふうな流れでやって考えていけばいいんだという、そういうことも えー、頭に入れといてあげたといたうらうそうするとここで今から学んでいこうとされるこのファミリーサポートカウンセラーという,、ね、いうのはどういうことをしていってあげる人かというふうになりますけれども、えー、まずは今言ったようなことをちゃんと理解していくということですね。それぞれぞの家庭にあった 両面宗教と家族両面からの方法を具体的に教えてあげることが必要ですよと。解き方をちゃんと教えてあげるという宿題のですね。分からずに一緒に考えたら何もならないので、そのことをちゃんと理解して教えてあげると。で、そしてそのことを理解できるように支援してあげるというね。こっちが知ってることが重要です。知った上でそれを理解できるように教えてあげて、で、そしてそれを実践できるように支援してあげるというね。やるのはあなたの責任分担なんだからというね。 教会の場合には、ちょっとあのなんかそういう優しさとか細やかさに欠けるところはあって、正しいことは言うんだけれども、やるのはあなたの責任なんだからやんなさいね、やれないのはあなたの問題なのよっていうことになっちゃいますけれども、カウンセリングに来る人っていうのは、分かっててもやれないから来るっていう人が多いわけですね、分かっててやれたらかなりの問題解決してます。 ですけどやっぱりこういろんな問題があってやれないのでやれない人をどういうふうに継続して支援していくかということを考えていかないとならないですしそういう人が来るんだというふうに思われたらいいですこうしたらいいのよって言ってそれで解決する人は簡単ですし多分もうおそらくそういう人っていうのはかなりの部分解決してますねでも分かっていてもそれができなかったりとかやってるつもりなんだけれども何かずれちゃってるっていう人が大変になっちゃって 皆さんのところに来るんだというふうに思っていただいてここだけじゃなくてどうやってちゃんと理解できるようになるのかなどうやって教えてあげたらいいのかなそして分かった上でどうやってできるようになるのかなということを継続して見ていってあげていただければということですね僕が電話になんかできることっていうのはここの一番だけなんですねこういったこと今こういう状態ですからこういうふうにしていったらいいですよっていうことは1回の面接とかあるいは電話とかでもお伝えできますけどこっちができないんですね それはやっぱり身近にいって継続したって言ってあげないといけないのでですから、えー、皆さんの役割っていうのはここまでこうやってあげられる人として、えー、いろんなことを身につけていってほしいと思います <laughs> じゃあ今その宗教と科学というねその両面からのアプローチっていうふうに言いましたけれどもじゃあ科学的なアプローチとか宗教的なアプローチがどういうことかっていうことをもう少し具体的にお話をしていきます 科学的アプローチっていうのはですね、ここにありますけど、今ここにある状態を分析してアプローチすること。これが科学的なアプローチなんですね。今目の前にいる人がどういう状態なのかな。その状態を分析して、今のその人にアプローチする方法ということですね。これはあの医学とか一番わかりやすいと思います。調子が悪いんですって言ったら、じゃあ、なんか病原菌があるの入ってるのかなとか、あるいは細胞がどういう状態かなっていうのを今その人の体を調べるわけですね。 でそしてそれで調べたこういう病原菌がとかあるいは細胞がこういう状態でっていうことが分かればじゃあこういう薬をその人に飲んでくださいとかじゃあ手術をしましょうとかって言って、えー、それを解決していくわけで今のその人に対してアプローチするわけですねそれがこう科学というものです別に、えー、人に対してだけ,でもなだけじゃないです企業とかでもそうですね今の企業ってどういう状態ですかという財務状況とか、えー、人事の感じとか人の気持ちとかそういったことを、えー、リサーチして 今ここでの会社の状態をリサーチした上で、じゃあ、こういうふうにしてくださいに、今ここをこういうふうに変えて、こういうふうに変えて、こういうふうに変えてっていうふうにしていくというふうにするわけで、そういうふうに科学的なアプローチですね。そのときには流れとして、一連のこういったアプローチの方法論と書いてありますけど、方法はこういうふうになっています。まずそこに状態があるわけですね。病気なら病気、企業なら企業の経営状態と。それをアセスメントします。アセスメントっていうのは評価とか診断。 まあ、医学だと診断というふうになりますね、教育だと評価とかっていうふうになります、まあ、そういうふうにひっくるめてアセスメントというふうに呼びますけどアセスメントします、どういう状態かなということを評価、診断するんですねで、そしてそうすると対応法が出てきますで、そうするとですね、予後というのができる、予後っていうのは何かっていうと、見通しとか将来像っていうね、そういったことが出てきますよ。 科学っていうのはこういう状態像をアセスメントして対応法を見つけ出して、対応して、そして予後、見通しを立てるというね。これがその一つの流れになっています。先ほどの体の病気のことで言えば、お腹痛いっていうね。お腹痛いという状態があるということですね。じゃあお腹痛いんだったらせいろがあんねとか、そうはいかないわけですね。なんでお腹痛いのかによって、どう対応するかって違ってきます。なんでお腹痛いのっていうことをアセスメントして、 それが食当たりだということが分かれば、じゃあ、せ、え、い、ー、があんねえでいいわけですね、そうすると予後、見通しはどうかっていうと、まあ、それで一食食べなければ、まあ、夕方までよくなるか、もう長くても明日の朝に元気になってるよというね、それが見通しなわけですね。で、あるいは盲腸でお腹痛いということがんでります。盲腸だということが分かれば、対応法として薬で対応できるのかどうか、難しかったら手術というね。 で手術したら、見通しとしては、まあ、3日間入院してくださいとで、1週間ぐらいちょっと痛くて大変かもしれません、でもそれを過ぎたらもう普通に生活できますよ、そういう見通しになるわけですし、もしそれがなんか腸チフスとかそういう伝染病だったら、対応法は違ってきます、見通しも違ってきますし、あるいは心の問題でお腹痛いということもあります、そうしたら対応法は薬飲むとかじゃなくて、まず話を聞いてあげようね、ゆっくりちょっと休ませてあげようねということで。 予後としては、まあ、その時はよくなるかもしれないけどまた何かストレスがかかると大変になるかもしれないから気をつけてねそれはこう見通しですねこうやって科学的な方法っていうのが成り立っているわけですそうすると状態図に対して正しいアセスメントをすれば適切な対応法が出てきて正確な予後が出てくるわけですねだけれどもこの状態図に対して誤ったアセスメントをすると誤った対応法が出てきて誤った見通しを持ってしまうというふうになります ですから重要なのは何かっていうと正しくアセスメントすることなんですねこのことが重要ですですからいろんな問題を相談に来られたときに科学的なアプローチっていうのはその相談の背景にどういうものがあるのかっていうことをちゃんと正しくアセスメントしてあげてくださいねということです子どもが学校に行かなくなったんですけど学校に行かなくなったっていっても学校で何かひどいいじめがあったのかもしれないし家庭の問題がいろいろあっても学校に行くエネルギーもなくなっちゃったのかもしれないし あるいは知的な遅れがあって勉強人がついていけないのかもしれないし発達障害があって子どもたち友達同士がうまくいかなくなっちゃってるのかもしれないしそれによって対応法って違うわけですねですから何か起こったときにちゃんとそれを正しくアセスメントして対応していくそういうことをしていってくださいね夫が働かないんですなかなか仕事が続かないんですっていう時にも何でなのかっていうことを正しくアセスメントしてそれが心の問題なのかあるいは発達的な問題なのか そういったことをちゃんとアセスメントすることによって正しい対応とか用語が出てくるのでそうやって、えー、していくのでまずは正しくアセスメントでできないとならないですよということですで正しいアセスメントは病院に行ってしてもらうとか専門家に行ってしてもらってもいいんですけれどもどういう可能性があるかあるいはそれがそういうふうに診断された時どう対応するかっていうことはやっぱり理解しておかないときちんとしたサポートができないということですね あの教会はやっぱりこの正しいアセスメントをちゃんとしてないということがあるんですね、もっと言えばアセスメントはしてます、教会のアセスメントって何かっていうと、霊的っていうね、霊的ってアセスメントなんです、ね、だから僕のところにも、ちょっと、うちの夫霊的なんですけどとかね、うちの子が霊的なんですけどって来るんですよで、霊的ってどういうことですかっていうね、いうことを聞きます。 すべての問題は霊的な問題だというね、霊的な背景があるんだってテモに申し上げたりするすべての問題にあることだったら、アセスメントにならないんですよね。えー、でも一応それをアセスメントというふうにこう、教会では考えてるわけです。では霊的ってアセスメント対応、えー、っていうふうにアセスメントするとどうなるか、対応法が出てくるわけですね。じゃあ、霊的っていうふうにアセスメントした対応法は何かっていうと、チョンピョン祈願書ってなるわけですね。えー、じゃあ、そしてヨゴは何かっていうと、ヨゴは神のみぞ知るみたいになるの だからちょっと困っちゃうってことになるわけでだからきちんとした正しいアセスメントと対応法っていうことをえ考えてやっていっていただけたらなということですただこの時にですね先ほどの幸せのイメージにもつながるんですけれどもよくならないことだってあるんですね問題解決ってどういうことかっていうことはえ考ええ広く考えておく必要があります夫がこういう病気なんですっていうふうに来た時にその夫の病気が治らないと問題解決しないのか 子供がこういうふうな状態なんで、それが治らないと問題解決しないのかということですね。障害を持っている子供たちは治らないです。治らないから障害っていうんですね。そうしたら、その家庭の問題を一生解決しないということになるわけですね。でも、そうじゃないですね。問題解決するっていうのも幸せになることが重要なんですね。えー、治らないなら治らないということをきちんと理解して、 そしてそれに合わせて、じゃあどうやってその治らないものを抱えながら幸せになるかということを考えていってあげるということが必要になります。前に、えー、これ、韓国での、えー、話ですけれども、まあ、最近はそうです、以前は毎月こう韓国に行って、向こうでも研修とかカウンセリングしてた時期がありましたけれども、その頃にですね、ある韓日家庭の夫人が来られました、メッセージ来てですね、で、夫のことで、やというね。 で夫が、うんまあ、ずっと結婚以来働かないし、えー、最近はもう部屋から引きこもって全然出てこなくなっちゃうしもうどうしていいのか分かんないんですというね、まあ、そういう相談だったわけですね今までどうされたんですかどう,どうして来られたんですかってまあ教会とかいろいろ相談しましたというねで、えーまあ、そうしたら、まあ、やっぱり日本人の桃源がとかね、まあ、やっぱり女性がとかいろいろ言われて。 れでこう一生懸命にじゃあなんか条件立てたりとか夫にとかあるいは姑ト,ト目にはべってとかいろいろしてきたというわけですねでも状態が良くなるどころかどん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 悪くなっちゃって、えー、まあ最初はまあ働かなかったけども最初はそれでもこう家のこともいろいろしたけどもだんだんそういうこともしなくなって最近引きこもって出てこなくなっちゃってとかっていうわけです でじゃあどう「いう状態なんですかいやこうで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 」とかっていうので「うんじゃあちょっとこの本見てくださいね」とかって、まあ、その時こう大きいその精神疾患の、えーまあ、この分厚い、えー、診断基準の書いてある本が手元にあったので「ここを読んでくださいと」とかって言って「ああこれ一緒です」とかって言って「うちの夫この通りです」とかって「これ病気なんですよ病気なんです」これど,どうやったら治るんですか治らないんですよね治んないんですか治んないんです」っていうね「<laughs> じゃあどうしたらいいですか?」いやじゃあまず病院に行ってくださいと「多分こここういう病名の診断になると思います」っていうね でそれで薬が出るでしょうとを飲んだら多分こういうふうにまあちょっと落ち着いてきてこうなると思いますっていうねでそうしたらまあ少しずつまず家の中からえまた部屋から出してあげてこうにかかってあげてでまあその後はえデイケアとかデイサービスはそういうところがあるでしょうからそういうところにもし行けるようになったらそこに行ってで働くっていうのは普通に働くの難しいかもしれませんとまあ福祉就労と言われるようなことだったら何年かのうちにはえまあそういうふうにできるまあ早ければ。 えー、もっと早いうちにそういうふうなところまで行くかもしれませんとかって「あそうなんですか治らないんですね」とかってとぼとぼ出ていかれてですね「大丈夫かな?」っていう,、ね、<laughs> いうふうに思いましたまた翌月行った時その方いらっしゃいましたよねそいでこうあそのあの「その後どうでしたか?」とかって,って聞いたら「いや病院に行きました」と「病院行ってどうでしたいや、えー、この間言われたのと同じこと言われました」で薬飲んでそうしたらおっしゃられたようにこういうふうに少し変わってきてとかねこうおっしゃられた時に「そうですじゃあでも奥様のお気持ちは大丈夫あ私はもう大丈夫です」っていうね な、えー、なんかかすすっっっり元気になっちゃって,てですねでそれまではどうしていいか分かんなかったしなんか自分のせいでそうなってるんじゃないかと思って自分も責めてたしで生活の見通しも立たなかったしそれでも追い詰められてどうしていいか分かんなかったけども、えー、治らないっていうことが分かってでもどういうふうに対応していったらいいかっていうことが分かればあとはそうしたらもう私が働けばいいんですからとかってなんか一生懸命仕事見つけてきてですね もう来,月面接来月、今月かなんか面接に行ってでそこで働こうと思いますとかって言って、えー、なんかこう、もうすっかり元気になっちゃってです、ねえー、いるわけですねですから別に治らないからといって、えー、問題解決しないわけじゃないです治らない、治らないなりにそうやって決めていけばいいわけですねでもまあそういうふうな話をです、ね、あるところでしたところ先輩家庭の方がですね「でも信仰はどうなるんですか?」というね 要するに、桃源条件を立てて、信仰で何かそれを解決していってというそういうイメージがあるので、そうすると、信仰で解決していくということはなくなっちゃったんですかとかっていうふうにおっしゃいましたけど、いや、そうじゃなくて、その夫と離婚しないでやっていくことが信仰だという,ねいうことですね、そんな夫と一緒になんで韓国で頑張れるのかってと、信仰があるから頑張ってるんだって、そういう夫でも見捨てずに、その夫と共にどうやって幸せな家庭を築こうかとか。 その子どもたちをどうやって2世として育てていこうかということが信仰なのでやっぱりだから信仰とは何かということを取り違えないでしないとならないだろうなというふうに思います、まあ、そういうふうにですね、えー、物事を考えていくときにはちゃんと科学的なアプローチっていうのを正しくアセスメントすることそうしたら適切な対応法が出てきて、えー、その正確な見通しというのが出てきますそうやって、えー、今の 状態を改善していくと将来どういうふうにどれぐらいで解決するのか解決しないとしたらどういう生活ができるのかそういうことをしながらその中でどうやって幸せになっていくかということを探していくというねそういうふうにこう考えていただきたいなこれが科学的なアプローチっていうことですよということなのでこういう考え方をちゃんと身につけていただいてそしてこういうことができるようになっていただくことをまあえ求めたいなと。 という,ふうに思ってじゃあそれに対して宗教的なアプローチとは何かということですね宗教と科学なので宗教的なアプローチっていうのはここに書いてあります今の状態今の問題だけではなくて歴史的な問題なんだという、ね、そういう観点に立つことが宗教的な観点ですね特に統一教会においてはこういう観点に立つということです科学においては今の問題は今を分析して今にどうアプローチするかというふうにしていきますけれども 宗教的なアプローチっていうのは、統一教会をかける宗教的なアプローチというのは、今の問題は、今だけの問題じゃないんですよと、それは歴史的な問題がかかってるんだということですね。そういう観点から、その問題を見ていって、そして解決のためのアプローチをしていく、つまり歴史的な観点から解決していくっていうのが、宗教的なアプローチというふうになります。じゃあ、それに対してどういうふうにしていくかということですね。宗教的なアプローチっていうのは二つありますよというふうになります。 えー、これですね、なんかこう、ちょっとこれ、ガラガラっと出して、図にした方が、こうすると見えにくくなっちゃう、あれ、なんか僕を引き止める誰かが、あれ、<laughs> これどう、どうしたらいいかな、なんか、<laughs> これ結構なんか、入っから、よしよしよし、こう、これどうこっちに持ってきますかね。よしよしよし <laughs> こっっっちちだったらちょっと見やすいかなえあ僕自身はこう今こうこう、パワーポイントだとちょっとかか、図に書いたほうがイメージしやすいかもしれません。こう 宗教と科学というね。科学で,、ね、で科学というのは今言ったように、今ここにあるもの、今、ここ、こういうふうにアプローチするのは科学ですね。で例えば、今回は心の問題ということなので、心の問題については、まず心理学というね。ということは必要です。あと、医学ということも出てくるかもしれません。 体調が悪いとかいろいろあったりとか精神疾患というのは精神医学だったりするす医療とか医学ですねあとは子どもたちの問題である教育っていうことですねどういう教育方法を取るか教育制度を使うか,かあるいは福祉ということもありますいろんな福祉サービスをちゃんと利用するいうこういろ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 なこういったことを先ほど言ったような 正しいアセスメントとそして適切な対応法と正確な用語を持ちながらこういったことを利用してアプローチしていくのは科学ということですね。それに対して宗教っていうのはこれは歴史性を持ってますよ歴史的な観点から考えていく必要がありますよということです,ですから今私の家庭にも起こっていることは私に起こっていることは今私の問題だけではなくってそこに歴史的な背景があって起こってきてるんだだからこの問題は歴史的な観点から解決していく必要がありますよということになります。 でそして歴史的なというふうに考えたときには、決闘の問題は決闘でしか解決されないということですか私の問題というのはその決闘の問題なわけですね。そして血統の、私の問題解決されれば決闘の問題解決されるというふうになるわけですから、つまり決闘の問題をどう整理していくかというふうに考えたらいい、歴史的な問題というときに、これには2つのアプローチがありますよ、1つはまあこの上半分みたいに僕はイメージしてますけど、これは霊界っていうことです。 つまり歴史的な問題を持っていた先祖たちが霊界にいるんだということですいろんなことをやらかしてきちゃった、えー、困った先祖とかあるいはその結果悩んだり苦しんだり来てる先祖がいてその問題が解決されてないから今地上にそれが現れてきて私の問題で私の家族の問題ないとなってるんだだからこの先祖を何とかしてあげよう霊界にいる先祖たちをじゃあ何とかしようっていうふうに考えれば、えー、これ何とかなりますよ ここれれどううすするかかいはしなです、ね、つまりチ、チョンピョンですよ。チョンピョン行ってパンパンしてねってことですね。<laughs> まあ、薬事をして、あと先祖解放と先祖祝福していくいう、ね。それによって歴史的な問題を解決していくという。ですから、チョンピョン薬事、先祖解放と先祖祝福、それによってこの宗教的な,歴史的な観点、歴史的な問題の,この霊界の部分を清算できるということになります。 それともう一つは何かっていうと地上界ですね下半分地上界歴史的な問題決闘的な問題っていうのは今地上界に全部実体的に現れてきてますそういうに再臨復活ということで悪霊は悪いものして前例は善なるものしてできてきているこれが復帰原理ですからですから今この地上に起こっている私たちの 家庭の問題っていうのは地上に起こってきているものでしそして血統の問題血統にられてくるんで私たちの親子関係や兄弟関係親戚関係いろんなところにいろんな問題が現れてくるわけです,ですからその結果として歴史的な問題の結果としてある私たちの家庭の問題もその地上の親戚とかいろんなところにある問題を解決していく中で解いていけるんだということです。 でそして私たちの代で解決されなかったものは子供たちも代に子ど子供たちの代で解決されなかったら孫の代にそうやってこう続いていくだけですからだからなるべく上の代で解決していくに越したことないわけですですから私たちの代で私たちの血統の問題を解決していっていこうということになりますですからこれは何かってその士族の中における親戚関係の中におけるいろんな問題を解決していくということなのでこれが士族的メシアですよ ですからこの宗教と科学これとこれをバランスよく考えていってくださいねっていう時にはこの宗教的なアプローチっていう時には僕はチョンピョンに行って、えー、薬事されたらいいですよということと種属メシアをどれぐらいされてますかメシアかメシアで どう,どうされていますかということそれと科学的なアプローチをちゃんとされてますかこの観点を見ながらそれを一個一個整理していくっていうそういうことをしていますですから普通の臨床心理士と違うのは何かというとこっちをしてるとこっちも見ていくということですこっちは多分他のところで相談に行ってもあんま変わらない相談になると思いますお子さんはこういう障害なのでここに対応してくださいねとか ご主人さんこういう病気になるとこういう対応してくださいねっていうのはもうこっちは別に僕じゃなくても一緒ですけどこっちが僕がしているオリジナルの臨床心理士としてはオリジナルですしそれとこっちをうまく組み合わせるっていうことがあんまりないので僕のところにいろんな相談が来ているですからこういったことをちゃんと理解してこの両面をちゃんとバランスよくやっていけばいいですねでこの時にもちろん当たり前なんですけど宗教と科学とどっちが主体かっていえば宗教なんです でそして霊界と地上界どっちが主体かといえば復帰原理においては地上界が主体なんですねだからこの,この全体像の中でどこが一番主体になるか重要かっていうとここの部分なんです、ね、つまり種族の問題を整理していくってことが一番重要なんですだけれどもこれをみんなしてないんですね、まあ、こっちは一生懸命なんとかしようとしていろいろ行ったりするようになってますあとこっちはまあとにかく、えー、やんなくちゃとかって祈願書とかっていろいろしてますけど 一番肝心なところをやってないのでなかなか本質的なところは解決してないというのが僕のイメージですですからこういったことをバランスよくもちろんここだけじゃダメですけどこれをバランスよくしながら歴史的な問題と地上での問題と地上での状態の改善これを両方をバランスよくそういったことをうまくサポートしていってあげていただければいろんな問題を解決していくだろうというようなことになります。<laughs> でちなみにですね今こっちが宗教でこっちが科学だって言いました、ね、ですが今までの科学っていうのはここまでだったんですね心理学にしても医学にしても,何もただ地上界の起こっていることっていうのは学問の対象になるんです観察可能なので,で検証できますから霊界のことはどうしようもないですもう霊界のことはもうなんかこう僕が口出しするのこじゃないんですけれどもここの部分っていうのは ここまでは科学の対象、学問の対象になるので、心理学の領域をここまで広げられるんですね。でそして、じゃあ、ここだけではない、こっちまで広げて、えー、心理学的な解決方法はどういったものかっていうのを整理したのが、あの、先ほどの、ちょっと見せした、士族伝道の心理学っていう、ね、制約時代の墓会カウンセリング。ま、この後にお話し,しますけれどもあの問題。あの本っていうのは何をしたものかっていうと、 心理学をここまで広げて考えたものですよというふうに理解していただいてですからあの本を読んでいただいてそこに書いてあることをちゃんとやっていくといここまでの部分のかなりの部分を網羅していてまあもちろんこっちの細かいところは書いてないですけどあとはこっちやっていけばいいだろうなというふうなことですそれとですねもう一つなんかこの宗教的なアプローチっていうときに なんか誤った宗教的なアプローチっていうことをううしないように注意していただきたいなというふうに思います誤ったっていうのはどういうのかっていうと今お話ししたようにここまでは理論的に分かっていただけると思いますけど、ね、じゃあそうすると選挙に行くっていうことと我が家の問題どういう関係があるのかっていうこと、ね、あるいは普段教会の活動を一生懸命やるっていうことと我が家の問題の解決はどういう関係があるのかいうと今みたいにこう理論的に考えていくと全然関係ないですはっきり ですから僕はそういうふうに思ってます。ですから僕は僕はお伝えするのは、えー、教会の活動とかあるいは例えば宣教活動とかそういうことをしたからといって、えー、子供が学校に行くようになるとか夫が働くようになるとかっていうには考えないでくださいという,ふうにはっきり言っいす。だからこういうふうな説明をして、それ論理的に合わないことなので,でそういうふうに思って。 えー、子供を置いて頑張って頑張って頑張って結局子供が大変になっちゃったとか音が大変になっちゃったという例は多いので、ね、もちろんそういう中でいろんな導きの中で問題解決したという例もあると思いますでもそれはあくまで論理的じゃないのでね何かが働いて奇跡が起こったってことですねだから奇跡が起こらないとは言いませんだけれども奇跡を願うのはよくないですね奇跡は使わないとはっきりお父さんもおっしゃられてるわけです 何らかの恩経験の中でそういう礼儀、えー、的な働きあって奇跡が起きるかもしれませんけれどもそれは期待しても無理ですしですからそういうまず奇跡を願うような信仰感はやめた方がいいですよということですじゃあだからといってじゃあ教会のことをしなくていいんですかというねある宣教選挙のことをしなくていいんですかってそうじゃないですそこのところもちゃんと整理しなくちゃいけないです 何のために私たちは教会活動をして宣教活動とかをしていろいろするかっていうとそれは、えー、天地ににの父母様にはべるためにす,るんです、ね、なので、えー、そういうことは子どもの問題解決のためにするんじゃなくて我が家の問題解決のためにするんじゃなくて父母様にはべるためにしますというそういうふうにちゃんと理解して整理してする必要があるんだと。 で少なくとも心情文化というお話しますけれども明日お話し,します心情文化という観点から言えば子もののことよりも親,の親を大事にすするが重要なんです、ね、だから子どものことをほっといたとしても我が家のことをほっといたとしても父母様にはべることっていうのはより尊いことだっていうのは価値観としては当然出てくる、ね、それ自体は僕は素晴らしいことだと思いますし止めはしませんけどでもだからといってそれで我が子や我が夫の問題とか我が妻の問題を解決するとは思わないでほしいです。 もしそういうふうに願ってこんなに頑張りますからうちの子供が学校行けますようにとかって思ったとしたらそれはもうはべるっていう心情じゃないですかそれは取引ですからね私はこれだけ教会のことをしますから私の問題を神様何とかしてくださいって言っててそういうのはトレードしてる取引してるということですそれはよくないですだからそういうふうには考えないでいただきたいですし僕はそういうふうには言いませんしやっぱり相談に来る方に対してそういうところはきちんと整理して伝えてあげる必要があると でもそこら辺のところにちゃんと言い方を気をつけないと教会の活動をしてもだめなんだだから教会のことはしなくていいですよって言われたっていうふうになっちゃう,そうは言わないですむしろ僕は教会の家庭を犠牲にしても教会のためにしますっていうことはそれは父母様にはべるという観点からしたら素晴らしいことだろうというふうに思いますでもだから解決家庭の問題を解決するじゃなくてそれとは別に家庭の問題をどう解決するかということをきちんとやっててくださいねということです。 はべることははべってそれとは別に解決のこともやっていくそういうふうな視点をちゃんと持ってやっていくそういう、まあ、そういうふうにこう頭の中を整理していただいて、えー、話をしていってあげていただきたいてあるいはそうやって相談に来る方を整理してあげていただきたいなというふうにそうじゃないと先ほど言ったように全体目的個体目的が一致しない形で 個体目的を犠牲して全体目的ばっかりやってきてそれでうまくいかなくなったらもう今度は全体目的を捨てて個体目的ばっかりになってそうすると同じように結局うまくいかなくなっちゃいますというようなことをですから今言ったようなトータルでの霊的な観点決闘的なとかこういったことをきちんと整理しながら、えー、というかそういったことを相談に来る方混乱してるというかあんまりというか全然分かってないよね。 そういうふうにして整理してあげてどういうふうにしていったらいいかということをちゃんと伝えていってくださいねというふうにあと最後にですねチョンピョン薬事の考え方というねいうことをちょっとお伝えしておきます僕は今言ったようにチョンピョン薬事というのは問題の解決には重要なものだというふうに思っています先生はチョンピョン派なんですかとか言とチョンピョン派ってあるんだ」とかね <laughs> <あの S 2> <laughs> それでやい始めて <laughs> チョンピョン派かどうか分かんないですけれども、まあ、チョンピョンにはまあいって先祖からの先祖祝福はやってあちなみにですねお父様も今2013年までに何をしろっておっしゃられてるかっていうとこの210代までの先祖からの先祖祝福それと出族メシアこれが全世界のシックに対して出されてるシーンなんです日本には日本の責任分担があるのにいろんなことがありますけれどもでもお父様がとにかく最終的に祝福過程として願われてるのはこの2つだと。 ということはどういうことかっていうとこの2つっていうのは結局私たちの家庭の問題を解決して血統の問題を解決するためにするべきものなんですねですからお父様の指示っていうのは、えー、全体目的のために家庭を犠牲にしろっていうことではないんだとこれ見ていただければ分かるんですけどお父様の指示はあくまで私たちが幸せになるためにはどうしたらいいかっていうことについて指示してくださってるということそれだけなのですそしてしかもこれをすることによって、えー、お父様の勝利権とつなげてくださって 天一国と私たちの地上の士族権とつなげてくださると言って全体目的と個体目的一致させるというふうふになっているわけですそういうことをちゃんと理解して何か摂理をやっているとみむのやっていると家庭が大変になるとか士族がバラバラになるとかっていうふうなことはなくてお父様はそうじゃない。 それをすることによってお父様の指示をすることによって、血統の問題を解決し、家庭の問題を解決していくし、それを通して私たちの血統と天一国を連結させてくださる、そういうふうな道を開いてくださってるんだと、そういうことをちゃんと理解していただけたらというふうに思います。それと、チョンピョン薬事についてですけれども、チョンピョン薬事というのは天の恩経験の95%とい,いうふうな印象というのはありますま。私たちの責任問題はそここに行くとということ 何、まあ、いいかこう、えー、その前に敬拝、えー、してねとか朝食断食してねっていうぐらいのものあとはまあ、えー、それにいくらか献金してねっていうだけで、ね、それは誠の御家庭の犠牲のようにこう開いてくださった、えー、天の恩恵というであらゆる問題の背景に霊的な問題があるということなわけですから霊的とかっていう霊的とか霊的じゃないとかっていうことにかかわらずとにかくチョンピョンの役で行くしかないんだということです。 問題があるから行きますということ自体がなんかこういやそ,れそれは違うでしょうってうね問題がないうちなのかないんだからとねたまたまそれが現れてるか現れてないかで,で予防するためにも行かないといけないよねそういうことはありますよね、えー、だからま,あまずそういったことで問題があるから行くところではなくって私たちどうせ問題があるとか問題が出てこないためにもあるいは、えー、もっと言えば本当はそは先祖たちを何とかしてあげないとならないのでね えー、申し訳ないですよなんか、ね、その功労の上に私たちが来てるのでね。えー、ですから、そういう唯一の方法で、えー、直接働きかけてあげる唯一の方法なので、えー、ということだということです。それ以上のものでもなければ、それ以下のものでもない、ね、ということです。じゃあ、ここに行けばすべてが解決するのかていうと、そうじゃないですよということです。先ほど言いましたけれども、やっぱりそれ以外に地上での責任分担を果たさないと、カーフティなものをしないといけない,ということ。 つまりこっちは私たちの5%なんですねこっちは私たちの5%地上界における5%ですこっちは天からの恵みの5%です95%ですそうすると私たちの5 95%としてはこのチョンピョン薬事のみに頼るんじゃなくてちゃんと地上界の整理地属メ,メシアをするとかハーステングアプローチを適切するってことを組み合わせていかないと問題は解決しないですよですから中にはチョンピョンばっかり言ってる方っていらっしゃるわけですよね うちの子大変なのでチょンピょン行きますとかってますます大変になっちゃってるとかね、えー、うちの夫がとかって夫復帰のためにとかってちょんぴょにばっかり行っててますます大変になってる方がいらっしゃいますけどそれは5%は果たしてないからだことちゃんとそれと組み合わせてやってください、ね、それともう一つは状況を見ながらちゃんと適切にやってっていただきたいなというふうに思いますこれどういうことかっていうとやっぱりチょンピょンに行くっていうのは結構エネルギーも要りますしストレスもかかるのも確かです まあ、違う言い方をするとです、ね、僕が、まあえー、お話ししているのは手術をするときを考えてくださいって、ねまあ、チョンピョンに行って霊的薬事をするというのはこう手術をして霊,霊的なものをこう取り除いたりするそういうようなものですとかって前にテムにもおっしゃられてたのを聞いたようにも思いますけども手術するときってどうかというとがんがあります悪いところがありますじゃあ手術して治しましょうって言って簡単に手術すればいいってものじゃないですまず手術に耐えられるだけの体力がないとだめです。 そうじゃないと手術ですから弱ってる時はまずは、えー、その人のケアをして手術の前に手術に耐えられるようにしていってあげないといけないしでそして、えー、その次には手術を終わった後もちゃんとケアしてあげないといけないわけです手術終わったら成功したよって,ってバイバイっていうわけにいかないわけですその後もちゃんと感染症に感染しないようにとかいろんなことをちゃんと考えて対応していかないとならないですかて,初めて 手術いうまくいくわけですチョンピョンも一緒でチョ,ョチョンピョンで受ける手術は、えー、いいことで成功するかもしれないけど、ね、それに耐えられないような状態でいったらますます大変になっちゃうかもしれない手術は成功したけれども大変になっちゃいましたその後のケアをちゃんとしないと手術は成功したけれども感染症をかかっちゃいましたとかそのとは同じような状態になっちゃったりするということがあるのでやっぱりその人の状態を見て適切な時期にちゃんと適切な やり方で行かせて戻ってきた後ともちゃんと適切なケアをしてあげるそういったことも考えながらしないとチョンピョンに行った結果ますます悪くなっちゃいましたとかチョンピョンに行った時はいいんですけど戻ってきてからかえって悪くなっちゃったんですよねってそういうふうにおっしゃられる方もいるですからこういうことをちゃんと理解した上で上手にというかより効果あるように使っていただけたらな今チョンシン病院ができてかなりそういったところはよくなりましたけれどもそれにしてもまだ 日本から行くっていうのは相当いろんな意味で負担が大きいので、まあ、こういうふうに考えてチョンピョンということを利用してくださいねというふうになります。はいえー、<laughs> まあ協、えー、会でカウンセリングを行っていくっていうことですけれども、まあ、これのところはちょっと後でまた説明しますかね時間も過ぎているので、えーまあ、それとですね 皆さんにお願いしたいことというふうに書いてありますけれどもまあもちろん周りにいろんな対話しているからこのことを通して周りの人たちの問題を解決してあげようというそういう主人意識というのは嬉しいですしてそういうの必要だというふうに言いましたけれどもそれと同時というかその前にですねまず私の問題っていうものをきちんと理解して私の家庭をちゃんとしていくというところから始めていただきたいなというふうにですからまあ今回のことをきっかけにですねじゃあ私との夫婦の関係はどうなるかと。 私の子供も、私のおと親との間、そういったことを見直して、そこを整理して、まず私が幸せになれないと、周りを幸せにすることができないです先ほど言ったように、カウンセラー、後でもお話しますけど、やっぱりカウンセラーのレベルにしか、えー、クライアントは引き上がらないよで、ね、ですからそういったことで、まずは自分自身の問題に向かってくださいね。自分自身の問題に向かうのが一番大変なんですね。 だから棚にあげることはだめだとは言いませんし僕も結構棚にあげます棚にあげないといけないこと多いのでねだけれどもそれはいくらでも棚にあげすぎでしょうっていう人もいるのでね <laughs> <laughs> だからまあその上げすぎない程度には何かこうちゃんと我が家の問題ちゃんと解決していっていただきたいなと思いますので、まあ、この今日と明日を通してそういったことも踏まえてぜひ自分の問題っていうねいうことにも向かい合うそういう2日間に。 えー、していいいたただけたらなとううふうに思いますまあここで課題ですっていうのでね毎回こうちょっとやろうかと思いましたけれどもまあ時間が過ぎているのでここ,ここで終わりにした方がいいですかねはい終わりにしてはいじゃあこれは今日はこれでこの回終わりにしますじゃあ第1講座これで終わります以上ですまああの本当は毎回いろいろと 感じることととかってていいいいいいうのをシェアしていけたらいいなな思います、まあ、あのいろんな全体の時間のこともありますけれども、まあ、最初はですねそこにも書いてありますけれども、まあ、自分自身の、えー、今までの在り方ということを振り返りながら、えーまあ、今聞いたのがどうだったかな、まあ、そういうことをお昼でも食べながら、少し周りの人とこうシェアする時間も持ちながら、意識して話をしてい,ていただけたらなというふうに思います、はい、じゃあ、どうもありがとうございました、もう一度拍手をお願いいたします。